はい、皆さんこんにちは。りなです。坂です。エイティブログです。私たちは岐阜県の関市に来てます。この関市は刃物で有名な町です。そうなんですよ。包丁とか刀とか来る目的としては、私の両親にお土産としてナイフを買いたいです、うん、包丁が欲しい、包丁が欲しいって。なんか日本の包丁は世界中に有名で、とても切れる、うん、ということと、本当に長持ちする。まあ、切れ味もいいし、多分デザインもいいんだろうね。あのこう波々打ってるさ、ね、日本のあの伝統的な作り方というか。関に刃物祭りがあるので、その刃物祭りでいいものを安く買えるということは聞いたので、ちょっとバーゲンハンティングをしたいと思います。でもまずはお腹減ってるので、いつも通りでまずは食べに行ってから、今日は岐阜県で有名なケイちゃんを食べたいと思います。ケイちゃん、皆さんわかりますか？タカがわかるの？わかる、もちろん。食べたことある？もちろん。よかった。ケイちゃん丼とかね。要は鶏肉ですよ。で、この席に有名なケイちゃんのお店があるから、それをちょっと食べてみたいなと思いました。じゃ、行きましょう。お、着きました。駐車場あるかな？めっちゃ車止まってるよ。すごい、本当に山の中にポツンと一軒家みたいな感じでレストランがある。そう、7組ぐらい。7組待ち？あ、じゃあ中はでも狭い。30分ぐらいかな。ちなみに見てここに自動販売機でケイちゃん売ってる。すごい。500ワットレンジで唐揚げは3分、ケイちゃんは6分。おお、買おう。でもなんか 家でケイちゃん作れるのがいいんじゃない？めちゃくちゃしかも 楽だよね。メニューをもらったので、ちょっと注文しなきゃいけない。だから事前に決めといてくださいって。そうそう、決めなきゃいけない。うわ、美味しそう、この唐揚げ。ここで有名なのは唐揚げと、あとはケイちゃんの鉄板焼き。うん、だから名前の通りだよ。唐揚げとケイちゃん鉄板 1人前ずつにしましょうか。うん、そうだね。あ、これこれこれ、人気ナンバー2、ケイちゃん。あれだよ、これ、あの本当は2人用のあれが。あ、これにするじゃん。食べれないよ、こんな。花月ヘアセット2人前普通に頼むより90円お得。いいじゃん、唐揚げも乗ってるし、そうそう、ケイちゃんもあるし、これでいこう。無理だよ、軽食で。やば、お腹が減ったよ。1時間経ちましたよ。11時45分に来て12時45分になりました。めっちゃいい匂いするし。あ、出てきた。次かな。これはあのガーリックパウダー、ニンニクになります。ただの日本語と英語とドイツ語と喋れるってことですか？はい、日本語ドイツ語。すごいですね、はい、お肉がね、もっとね、薄い店が増えたもんで、こんなあのすごいね、分厚い店がなくなってきましたね。子供の時に食べとった、あのケイちゃんをイメージして作ったの、ね、今日は誰の米屋まで言えるぐらい分かるんですね。地元のもので使って美味しいものを出して、地産地消で。そうですね、本当そんな感じでやらさせてもらってます。あとはうちで本当畑で採れたやつ、この前ジャガイモが採れたんですよ、初めて。その時はポテトサラダにしたんですけど、今日はちょっと採れなかったので、はいはい、マカロニサラダになってますけど。あー、すごい。ありがとうございます。そうですね、ペアセットの唐揚げになりますね。だから言ったでしょ、6個で多い、ね、こちらですね。オリジナル唐揚げ、ネギマヨ唐揚げ、うま辛唐揚げとなっております。一番向こう辛いですので、こちらから順番に食べていただくと味の変化がよくわかるかと思います。じゃあ今日はケイちゃん丼プラス唐揚げのもりもり2人セットになってるので、唐揚げいただきます。一番人気メニューでも唐揚げ超える？カリカリ超える、うんうん、全く脂濃くない。さっぱり、めちゃめちゃ美味しいよ。あのサイズもやばいよ、でかいもんね。これすごいよ、2人前だけどさ、唐揚げ6個とケイちゃんもりもりで。食べれますかね、社長。次はケイちゃんだよ。すごい、シャキシャキのキャベツとお肉と。絶対うまいじゃんこれ。もう絶対美味しいもん、味濃そうで。
味が濃い。でも皮がついてて色もすごい、あの最初から つけてたよね。ね、うん、柔らかくて本当に味が真ん中まで全部染み込んでるみたいな感じで、口に入れたらもうわーとって感じ。食レポうまくなりましたね。いや、うまくなってない難しい。次の唐揚げはネギマヨ味。おデブになっちゃいますね。うん、うん、私はオリジナル RG の方が好きだけど、これも美味しい。オリジナルめちゃくちゃうまかったもんね、さっぱりしてて、うん、でちょっと塩味が効いてて、そうだからこれはどっちかというとちょっとマヨがついてるからくどい、でも美味しいよ。ちょっとだけ暗くする、暗くじゃない、ダークにすんの。ちょっとだけ辛くするのもおすすめされたから、ちょっとだけ、私苦手だから。あ、こんな感じでどう。おばあちゃんが座っている。ちょっとピリ辛があると美味しい。さっきのレッドパウダーを乗せて。レッドパウダー、急に英語ってどういうこと。うん、うん、うまいわ。これよりビールに合う。辛い、辛い、まあまあ辛そうだよ。辛そうだね。ちょっと辛い、ちょっとピリ辛するから大丈夫。あ、あでもほう、後で来るよ、後で辛くなる。そうですね、でもピリ辛い。もうめっちゃお腹いっぱいだけど、食べ切りましたか。そうだよ、タカが頑張ったよ。めっちゃ美味しかったよ、本当に。これとこれが締めでここに入ります。なんか作ってくれるんですかね、締めご飯。美味しそう。あ、めっちゃ綺麗。すごい。富士山。ありがとうございます。周りですね。このままこうやって食べてもらったら雑炊に。で、この上のところはですね、石焼きビビンバみたいなところができてきますので、まず周りをこうやって食べてもらってから、うんうん、この上を。こうやってひっくり返してお焦げができたらこうやってその前にプスッと潰して食べてください。すごいね、もう一個の料理になってた。確かにこんな感じで取って、絶対に熱いけどね、これちょっと待たなきゃいけない。一口で食べてたんだね。ふーになるよ。うんうん、うん、あの今でもすごく味が濃いけど、うん、卵があるからちょっとなんていう、ひんやりとな、ちょっとマイルドになってます。美味しいです。おー見て、何、おー絶品おこげじゃんこれ。ねえ、絶対美味しいじゃんビビンバ。焦げてるやつをここにディップして食べる。こんな感じ。すごい、うーん、うん、ありがとうございました。焦げの味があるし、もうクリーミーで、あ、いろんな食感が楽しめます。すごいよ、タカが最後まで最後まで食べきりましたね。これさ、これ食べる前さ、お腹いっぱいだったじゃん。ああ、でも、こんだけカリカリして食べたくなるぐらい美味しい。そうだね、めっちゃ美味しい、これもうこれで料理出せる。これをメニューにしてもいいかもしれない。カリカリおこげケイちゃんっていう。お肉がないけど。めっちゃ美味しい。うん、今からあの刃物祭りに行こうとしてるんですけど、先ほどちょっとだけあの話を聞いてたんですけど、ね、私がいつも買うのは静刃物持ってて6番の6番、うん、ドイツの両親に買っていこうかなと思って、お土産に。ほんなら間違いなく6番の静刃物で18センチの牛刀のミヤコってやつを買ってもらう。お腹いっぱい食べましたよ。ポンポンです。美味しかった、めちゃめちゃ。今からちょっと刃物祭りに行きたいと思います。私たちは市役所に停めて、ここからシャトルバスで行く。先ほどおすすめされたから。市役所の駐車場もほぼパンパンだよ。だから関刃物祭りがどれだけ人気かがそうこれでわかると思う。そうだね。
ここは関鍛冶伝承館です。ちょっと小さいけど関の刃物の歴史だとかその刃物の作り方を説明してて、今日は祭りだからあのデモンストレーションもちゃんとやってて、初めて見てその研いだりあと持ってるところの紐をつけたりするところ、本当に面白い。お、多分なんかワークショップ的な、ここで自分で刃物研ぎしてる。ナイフめっちゃいっぱい売ってるよね。ああ、でもなんか値段よくわかんない。だから大きくても安いものがあるし、小さくてもめっちゃ高いものがあるし、10万超えてるやつとか普通にいっぱいある。普通にあるし、使えないんだけどそんな高いの。もうわかんない。町に着いたよ。ここは中心本町。どこかに刃物のアウトレットもあるはずなので、それは今探してみましょう。今左に刃物売り場アウトレットで売ってるね。あ、15番だから私たちは6番に行ってくださいって言われたから、あっち。これすごい、何番まであるんだろうね。20番とかわかんない。すごいね。出店で綿菓子とかかき氷とかベビーカステラとか売ってるけど大丈夫ですか社長？あー、なんか甘いものが欲しいよ。別腹だから。バナナチョコ。バナナチョコ。バナナチョコ。次の買ってください。はい、ありがとう。はい、いただきます。うん。たくさんチョコがついてて、あとパリパリしてる。このスプリンクル。うん。美味しいよ。あ、6番着きました。刃物祭りおすすめされたものがあるんですけど、宮古18センチの牛刀ってやつあります？はい、あります。見よっか。いい感じじゃない？へぇ、あ、かっこいい。なんか柄もこれが大きさ的にこれぐらいいいのかな。そうじゃない？ここにも同じ牛刀がある。おしゃれだね、これ。なんかすごいジャパン感があるよね、デザインに。そう、これぐらいかっこいい。これ色もちょっと違うしね、こっちの。そう、これ黒だし、これもなんかすごいなんか派手な感じがする。じゃあこれめちゃめちゃザ日本っぽいから、お土産としてはこれがいいんじゃない？これ2つと、はい、牛刀180ですね。1つください。で、今日3本で3万2550円なんですけど、はい、特別におまけして今日もう2万8000円で。あ、本当ですか？すごい。すいません、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。買い物できましたよ。合計3本を志津刃物のお店で買いました。ちょっとこれ切れ味いいから手切らないように気をつけてね、家で。あ、いつも言ってるから、私のメインネギを。切れ味が悪い方がいいかもしれない。違う、大丈夫。よかったね、いい買い物できましたね。ね。席で。はい。私たちは買い物もできましたし、今日美味しい食べ物を食べてミュージアムに行って、一日席を満喫しました。雨降ってなかったら最高だったね。そうだよ。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。